DSPDS。 はい、はい、すみません。で、今日とね、家にね、卓球台が来ました。で、なんで買ったかというとね、ちょっとダイニングテーブルね、買うんだったら、まあ、卓球テーブルというものね、まあ、テニステーブルっていうぐらいですからね、テーブルを買いました。で、こちら、もうバカでかいんですよ。僕のね、超広角狭いカメラだと伝わらないと思うんですが、ほら、めっちゃ長い。で、これ、なんと、NPL 国際16国際規格卓球台。国際的なね、卓球台なんですよ。だからめちゃくちゃバカでかいんでね、この狭い階段に入るかね、ちょっと考えずに、ね、買いました。だから2階に運べるかね、ちょっと今からやっていってます。助っ人がやってまいりました。青山選手です。はい、こんにちは。よし、まあ、マッチョがいればね、多分大丈夫だと思うんで、行きましょう。いけんじゃん、これ。いけそうな気するよ。いけんじゃん。おぉ。よし、待って。ここいた。大丈夫。これ一人じゃ絶対無理なんだ。壁削れるよ。あの外からやってみたいです。はい、なんとね、次の日になってね、窓からね、引き上げることに成功しました。イエーイ。はい、ジェイソン君のね、こう、すごいよね、そういうところ。ありがとうございます。はい、やっぱ頭が切れるんでね、はい、助かりました。で、ここにね、卓球台。めっちゃ大変でしたよ。もう階段結局無理だったんでね。よし、じゃあちょっとね、出してみましょう。いきます。ほっ。おお、ちょっ、でかっ。いや、これだけでも普通にでかいダイニングテーブルですよ。おお、でっけ。はい、せっかくなんでね、ラケットもね、結構いいやつ買いました。これ6000円するやつなんですけど、めっちゃ高いやん。8800円だ。まあ、バランス型のやつで、ほんと卓球のこと全然知らなかったんで、なんかほんラケットが種類豊富なんですよね。なんかベイブレードみたいな感じで。で、買ったのはこれですね。で、板がね、5層になってんで、僕がいつも使ってるやつよりね、ちょっと重たいですね。で、ラバーもね、張り替えることができます、これ。あ、やっぱゴムが全然違いますね。練習用の球なんですけど、なんかいつもと使ってるやつ、違うんですよ。お、回転が違う、全然。やばっ。はいって感じでね、ちょっとね、まあ、一人じゃ練習しようがないんでね、はい、友達呼んで、上手くなっていきたいと思います。で、なんか一緒にやりたい人ぜひ来てください。お願いします。うるせえ、うるせえ。 PDS 株式会社チャンネル登録よろしく。